だ、大雨が降ったんだ。せっかく近道しようと思ってきたのに、これで本当に本当に遅刻だ。どうしよう。しょうがない、とりあえず戻るか。声が聞こえたぞ。助けて。お、海岸道路の方から聞こえてくるな。さっきスクールビーがあっちに行ったみたいだ。あそこは道路が壊れたって知らせがあったところじゃないか。もしスクールビーに何かあったらどうしよう。さあ早くレスキューチームを呼ぶんだ。海岸道路で事故発生。みんな今すぐ出動よ。了解。マックスの思った通りだ。スクールビーを発見。海岸道路第一トンネルの前だ。状況はどう？詳しく教えて。うん、ちょっと待ってて。バックしようとしてガードレールを突き破ったみたい。大変だ、スクールビーが崖から落ちそうだよ。急がなくちゃ。了解ヘリ、すぐに行く。木に安全装置をつないで。了解。ロイはクレーンの準備を。お、アンバーは僕とスクールビーを引っ張って。了解。急ごう。来ないで、崩れそうなんだよ。このままじゃ僕たち一緒に落ちちゃうかもしれない。大丈夫だよ、君を助けるためにやるんだから。わかった、ホリー準備完了。アンバー準備完了。ロイ準備完了。よしヘリー、クレーンをスクールビーにつないで。了解。大丈夫スクールビー、うまくいくから。本当だね。もちろん。行くぞロイ。やっ、いいぞ、スクールビーが上がってる。ロイ、もう少し引っ張って。なあ、任せとけ。どうしよう。落ち着いてスクールビー、絶対助けてあげるから。落ち着くなんて無理だよ、だって本当に怖いんだもん。おいスクールビー、まだタイヤを動かしちゃダメだ。ダメだ、動いたらみんなが危ない。僕らを信じて。わかった。ロイ、もう一回頼む。よし。オッケーポリー、タイヤが持ち上がったよ。よし、スクールビー、ゆっくりタイヤを動かして。落ち着いて。止まって。
ランラン。ああ、どこだったっけ。一番おいしいものなんだけど。ああ。バナナは食べ物で一番おいしいのよ。そうだ、一番おいしいのはバナナ。バナナ通りに行くぞ。まだ誰も来てないのか。ニュフフ。よっしゃ。よし。まったくマックスは仕事が終わったのにどうしてまだ来ないんだ。絶対にまた約束を忘れたんですよ。きっとそうです。うっかり寝ちゃったみたいだ。どうして誰も来ないの？あ？あれはなんだ？あ、火事じゃないか！火事だ！火事だ！火事だ！このままじゃ森が全部燃えちゃう！どうしよう、どうしたらいいんだろう。そうだ、レスキューチームに連絡だ。あ、もう、ガレージの鍵はどこへ行っちゃったの。エリー、どうやって覚えたらいいか教えてよ。つまらないんでしょ。今度マックスに聞いてみたら。マックスに？うんうん、昨日ね、マックスがすぐ忘れちゃうって困ってたから僕が方法を教えてあげたんだ。いいわ、今度マックスに聞いてみるから。こちらレスキューチームです。チーム、大変だ、森が火事になっちゃったんだ。なんだって。どこの森で火事が起きてるのか教えてくれる。ああ、それがよくわからない。ブルームズタウンの森を全部探すことはできないわ。よく思い出して。 だけど何も思い出せないよ。マックス、途中で何か特別なことはなかった？途中でバナナを食べてるアニーに会ったんだ。アニーはバナナが一番おいしいって言ってた。あ、ここはバナナ通りだ。全部思い出したよ。バナナ通りならフクロウの森だわ。いいぞマックス、ちょっと待ってて、すぐに出動するからね。アンバーと僕が周りの小さな火を消すから、君は大きな火を消してくれ。了解。てや。遊びのルール。
かっこいいボール。どうしたんだ？パパとママに頼んだんだ。やっと買ってもらえたよ。へえ、ちょっと見せて。よく弾むし蹴り具合もいいよ。あ、何するんだよ。もう汚れちゃうじゃないか。あ、なんだよ、眺めてるだけか。遊ぶのか。そりゃ遊ぶけど。追いつけるか。おい、僕の方が早いんだぞ。ねえダグ、公園に行こうよ。いいよ。行くぞ。よし。ねえ、ボールはどこ。ケビン、あそこだ。ごめん、二人とも。僕のボールが。そんな。止まろうとしたんだ。でも君たちもここで遊んじゃダメだ。ケビン。かわいそうに、ケビンは悲しんでた。ボールのことは残念だけど、事故にならなくてよかった。そうだね。でもすごくがっかりしてたから、何かしてあげないと。そうだ、いい考えがある。本当？なんだい？はい、これでよしっと。かっこ悪いよ。仕方ないでしょ、次からは気をつけなさい。失敗から学ぶの。道路の近くで遊ばないで。わかった、心配しないで。ねえ、貸してよ。ダメだよ。ママが言ってたこと忘れたの。そうだね、ごめん。ボールを持ってるだけなんてつまらないよ。貸して、僕が持つ。ダメだ、僕が持つ。僕だ、僕が。追いかけろ。大変だ。ケビンとダグはもう帰ったかな。ケビン、止まるんだ。ケビン、大丈夫かい？ありがとう、ポリー。ケビン、ダグ、今日はもう2回も事故になるところだったよ。そうだね。でも今のはボールを取ろうとしただけなんだ、ポリー。ケビン、新しいボールは手に入るけど、命は一つしかないんだよ。そうだね。ボールで遊ぶ時のルールを覚えてるかい？車が近くにいるときはボールで遊んじゃダメだ。公園なら安心だね。ボールに集中してると車が来ても気がつかないかもしれない。とても危ないよね。もしボールが道路に出てしまっても追いかけてはいけないよ。ボールが止まるのを待って安全を確認してからボールを取るんだ。それか大人に頼んで取ってもらおう。わかったよ、ポリー。それからじゃじゃーん。これ何、ポリー？ボールバッグだよ。これに入れてボールを運べば転がる心配をしなくていいんだ。手に持ってボールを運んでいると事故を起こしやすくなるからね。もしボールバッグを持っていなかったら袋を使ってもいいよ。はい、ケビン、これは君に。ありがとう。ねえダグ、見て、新しいボールだ。わあ、ありがとう、ポリー。実はそのボールはダンプーからだ。トラックの？ボールを引いちゃってごめんねって言ってたよ。優しいね。そうだね。行くぞ、取れるか。ラグ、早く蹴って。よし、行くぞ。
安全な火の消し方。チャールズ、こっちは終わったよ。そっちはどう？うん、こっちも終わりそう。うわ綺麗になったぞあれ、どうしたの？君のせいだよ。そうなの？まあいいや、掃除して綺麗になったから入って。やった待って、あとここだけ。終わった。スーパードラゴンシリーズの新作7巻だよ。すごいな。でもどうだい、これはニンフレンドの最新版だよ。いた、どうだ、スーパードラゴンの武器だ。あ、おお。チャールズ、それ何？これはオイルランプだよ。すごく古い感じがする。そうだよ、おじいちゃんが昔使ってたんだ。こっちのは何？望遠鏡だよ。わあ、はあ。うわ！待って、これは僕のお気に入り、アマチュア無線機だ。無線機？いろんな人と情報をやり取りする装置だよ。これを使えば世界中の人と話ができるんだ。いつか宇宙人とも話をしてみたいんだ。宇宙人？今やってみようよ。宇宙人さん、応答願います。ピッポッピ。あ、宇宙人？こちらはレスキューセンターです。なんだ、レスキューセンターか。あれ、その声はチャールズ？そうです、ピーターの家に秘密基地を作ったんです。へわー、秘密基地。はい、ぜひ遊びに来てください。まあ楽しそう。誘ってもらったからには行かないとね。もちろん宇宙人さん、応答願います。もしもし。全然反応がないな。宇宙人？僕のお腹が鳴っただけだ。僕もお腹すいた。そう？では食べるもの倉庫から出すかな。倉庫だって？ふん、あ、ふん、すごいあら、食べ物がなくなってる。あ、ピーター、なんかうるさいんだけど。誰？僕が？あ、まさか宇宙人かな。でも無線機はオフになってるよ。ピーターの家から煙が。はっ、てあっ、げ、みんな、どうした？ロイ、オイルランプの火に水をかけたら、火がもっと大きくなったんだ。わかった、もう心配ないからね。はっ、げ、みんな無事でよかった。いいかい、油を使っているときは火に水をかけてはいけないよ。どうして？油でついている火は水では消せないんだよ。水をかけると油の表面を広めることになって、もっと危険なんだ。油を使っている場合は水の代わりに消火器や砂をかけて消すと安全だ。油は料理をするときや部屋の暖房で使うことが多いから、目を離さないようにしてね。よくわかったわ。私も注意する。ありがとう。ロイ、ありがとう。気をつけるよ。ああ、やっと秘密基地を作ったのにな。ゲームもなくなっちゃった。僕の無線機もね。あれ？うわ、これ、まさか。おお。わあ、絶対に宇宙人だ。ついに宇宙人と交信したぞ。やったー。
車レース。やあ！やあ！ゴール！よくやったぞターボ。もうダメ。どうだジョニー、僕の勝ちだぞ。ちょっと調子が悪かったから手加減してやったんだよ。明日また勝負しよう。手加減してやっただって？明日やったら変わるのか？明日になればわかるよ。ジョニーはなんで来ないんだろうな。ピーター！それなんだよ。自転車を買うなんてずるいぞ。ずるくて結構。ピーター、さては負けるのが怖いんだろ。怖いわけないだろ。ジョニーこそまた負けても言い訳するんじゃないぞ。じゃあこれから勝負しようよ。よし、じゃあ先に市役所に着いた方が勝ちってことにしよう。いいよ。位置について。よーい、ドーン、いけ。どうだ。先に行くよ。ゆっくりついてきていいよ。ジョニーのやつめ、負けないぞ。危ないな、気をつけろ。ごめんなさい。やあ、おい、何してるんだ。こんにちは。ジョニーだ。お兄さん、さよなら。おいおい、気をつけろよ。こっちに行けば近道できるかな。どうしよう。行っちゃえ。あれはピーターだ。トラブル発生みたいだぞ。ピーターってば見えっ張りだよな。自転車に勝てるわけないだろ。お先に失礼。嘘だろ。よし、どいてください。おい、何なんだ、危ないじゃないか。どいてどいて。気をつけろ。よいしょっと。よし、通ります。僕も。よいしょ。危ないだろ。行くぞ。こら、止まれピーター。ジョニー、これなんだよ。僕の勝ちだ。子供か。守るものもつけてないじゃない。ピーター、ジョニー、自転車やキックボードに乗るときは守らなきゃいけないルールがあるんだ、安全のためにね。防具を身につけずに自転車やキックボードに乗ると怪我をする可能性がある。安全に乗るためには必ず防具を身につけよう。建設現場や車道、人が多い場所を走るのは危険だよ。安全のために市道や広場、公園などで乗るようにしよう。手を離して乗ったり競争するのは危ないよ。安全運転を心がけてくれ。わかったかな。わかったよ、ポリー。ピーター、ジョニー、さっきはよくも建設現場をめちゃくちゃにしてくれたな。逃げろ。待ちなさい。ごめんなさい。絶対やる。
安全マップを作ろう。じゃあ宿題は分かってる？それぞれが町の交通安全マップを作るのよ。なんだって？難しくて無理だよ。ケビンの言う通りだ。一体どうやって作るの？全然難しくないわ。家から学校まで歩いて道を渡った回数と信号があるかないかと安全な道か危ない道かを記録していけばいいのよ。簡単でしょ？簡単じゃない。じゃあもしこの宿題をちゃんとやったら5枚のご褒美ステッカーをもらえるって言ったら？うん、本当に？そう、だからやりましょう。いい？オッケー。じゃあみんな家からスタートして学校で会いましょう。わかった。ダグ、どっちが早いと思う？僕さ。ねえちょっと、どうしたら？僕が勝つんだ。信号もあるし横断歩道も短いからここは安全で良さそう。はあ、この道は安全だ。お金があればお店に入って食べ物も買えるし。早く変わってよ。あ、そうだ、青だ、行くぞ。また事故になるとこだった。よし、ここは信号があるけど少し危険にしとこう。道路を渡るときは手を上げて運転手に見えるようにするんだ。よし、あれ、もう一回運んだらおしまいだ。まだ公園の工事終わってないのか。どこでサッカーやればいいんだ。今日はここでやろうと思ってたのに。おう、ダグ、危ないぞ。トラックの後ろに立ってはいけない。死角に立つのは危ないんだ。死角？車やトラックの周りで遊んだり下に隠れちゃダメなんだ。それは死角があるからだよ。車やトラックやバスには運転手から見えない場所があるんだ。それを死角というよ。乗り物が大きいと死角の場所も大きくなる。もし子供がこの死角の中で遊んでいても運転手には見えないんだ。もしみんなが死角にいるときにトラックが動いてしまったら。あ、そうだったね。ダンプ、工事はあとどれくらい？ビルダーさんがあと5日かかるって言ってたよ。5日、そっか。じゃあね、ありがとう。どういたしまして。私が先に来たんだ、下がれよ。下がらないぞ、僕が優先だ。なんだって？うわ、どうしたんだろう。あ、これ前にもあったな。お兄ちゃんどこ行くの？ローラさん家への近道なんだ。うわ、この道変よ、車がすぐ近くを通るわ。ちょっと君、バックしろよ。こっちが先に来たんだ。なんだと？先に来てたのはこっちだ。怖いよ。この道は危険すぎる。遠回りする道を書いておこう。その方が安全だ。よし。子供は気をつけた方がいいわ。ここは信号がないもの。治ったよ、ポリー。やったー。僕の勝ちだ、ダグ。惜しかったのに。何してるんだい？今日はお休みだろ。説明するわ。宿題をやってたの。宿題？どれもよくできてるね。町の安全な道と危険な道がちゃんと書けてる。みんなが君たちみたいに安全マップを作ってくれたら僕らは安心するよ。ありがとう、ポリー。ねえ、ダグ。何？この OK っていうのはすごく安全ってこと？それはマフィンの印だよ。なんでマフィン？そこに僕の大好きなケーキ屋さんがあるんだ。ケーキ屋さんがある通りは全部君にとって危険だね。なんで？だってダグが考えてるのはマフィンのことだけだもの。
そうだね。いい考えがある。君もお家の人と一緒に安全マップを作ってみない？電気製品を使う時の注意。ジン、ジン、あ、誰もいないのにつけっぱなしだ。もう暑くて。あら、ロイじゃない。ジン、つけっぱなしにしたら扇風機が熱を持って火事になるよ。平気よ、そんなに時間経ってないし。暑い。大丈夫？もう熱を持ってる。消さなきゃダメだよ。わかったわ。よし。どうだ、驚いただろう。水風船は卑怯だよ。びしょ濡れチョリー。逃げるな。はい、シンディ。やあ、シンディ、お届け物だよ。ようやく来たわ。きっと待ちわびてると思って急いで持ってきたんだ。楽しんでね。ありがとう、パスティ。やめてよ。ほら、撃ってみろよ。人の後ろに隠れちゃずるいよ。いい加減にして。ピーター。ピーター、新品の本が濡れちゃったわ。本当に悪かったよ。そうだ、僕たちがその本を乾かすよ。できるの？ああ、もちろんさ。そうさ、新品みたいに戻して返すよ。貸して。ちゃんと直してね。ジョニー、どうやってこの本を乾かすの？わかんない。あ、洗濯機はどう？あ、脱水とか？ちょっと待ってよ。よし、やってみよう。止めて、止めて、止めなきゃ。失敗だったね。だね。ならトースターは？熱くなるし乾くかも。確かに。ピーター、君って天才だよ。やっぱそう。すごくいい香りがする。今一番欲しいものはトーストだ。うん、ピーター見てよ、燃えてる。水を。ねえ、どうしよう、もうすぐシンディが来ちゃうよ。これだ。あったかい風を当てれば本はすぐ乾くよ。うん、絶対間違いない。ジョニー、終わった？僕も帰りたい。もうすぐで終わるよ。あ、止まった。よし。アイス発見。あー、あー、ダメ、やめて。ピーター、それ僕のアイスだよ。待って、一口だけ。お邪魔します。ジョニーの家から煙。みんな大丈夫かい？ここにいて。はっ。怪我はなかったかい？うん、大丈夫。ロイのおかげで助かったよ。いいかい？ドライヤーをつけたまま目を離したら危ないよ。小さな電気製品は熱がこもって燃える危険がある。ちょっと目を離すだけの時でも電源をオフにしよう。それに電気ヒーターや電気毛布のそばに燃えやすいものは置かないでね。最後に、電気製品は正しい使い方を守ろう。オッケー、わかったよ。待って、お、私の本はどこ？まさか火事で燃えてないでしょうね。心配しないで、僕がそんなヘマすると思う？治ったの？
乾いたよ。ほら見て。ああ、何があったの。ああ、いろいろあってね。いつかそのお話を聞かせるよ。ふざけないで。ほら、逃げるな。ごめん、しんべヱ。